こかあったかシチューようこそあなたの肉の世界肉の世界肉の世界、ザ・ニーズです。カツさん、今年もよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。本当あっという間に1月も終わっちゃいますけども、本当毎日寒いですね。寒いですよね、というわけで今日は体がポカポカ芯から温まるお肉たっぷりのシチューを作りましょう。楽しみですね。はい、いきますよ。それではレッツミーツ。まず私は細切れ肉を使って短時間で仕上げる新しいビーフシチューを作ります。え、細切れ肉なんですか。はい、そうですよ。塊に見えますね。そしてソースも本格的なデミソースの味を家庭で短時間で再現できるように工夫しました。お楽しみに。私は大好きな生姜を効かせたクリームシチューを作ります。鶏ひき肉で作るお団子がとてもよく合いますよ。これは生姜と牛乳、体が温まりそうですね。そうですね、優しい味わいに仕上げますよ。僕みたいに。はい、それでは今日はシェフからどうぞ。僕ですか、はい、いきますよ。ミニッツビーフシチュー、はい、ね、ミニッツってことは早くすぐできる、早く。ビーフシチューが、ビーフシチューがですか。ビーフシチューがですよ。あ、楽しみですね。今日はね、細切れ肉使うんですよ、ほら。はい、細切れ、これをね、はい、こう重ねていくんですけども、細切れがシチューになっちゃうんですね。そうなんですよ。結構ね、すぐできるようにこうやってやめるんで、はい、本当に今日細かすぎるぐらいコンパインですけど、本当小さいお肉ですけど、そうなんですよ。さっき見せていただいたのね、立派なお肉が入ってましたけど、こうやって、ね、ちょっとまとめるような感じでやって、縦縦横横みたいな感じですね。はい、はい、そして塩コショウです。はい、あ、これが塊にどうやってなるんですかね。これでちょっとね、のりみたいな感じなんですけど、小麦粉をこうやって振っていただいて、はい、便利な道具ですね。そうですね、これいいですよね、はい、便利です。小麦粉であとちょっとね、はい、これ塊にしていくんですけども、はい、はい、上と下から、そうですね、これくる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 、さらに巻く、ね、片方からぐるぐるただ巻くだけじゃないんですね。でちょっとね、こう外れないようにこうまた肉を巻いてあげるんですね、こうやって。なんか帯を押したみたいな状態ですね。はい、こんな、ほら、なるほど、ね、細切れがこうなっちゃうんですよ。すごいボリュームです ね。で、あとはこれを粉をします。はい、わーコロコロして、もう立派な塊肉になっちゃいますね。そうですよね、本当にこんな感じで細切れはすごいですね。そんな形にもなるなんて、ちょっと足んないところもこわー、はい、結構たっぷり粉つけるんですね。のり付けみたいな感じなんですよね、はいはい、ちょっと多いんですけども、うん、ちょっとね、焼くときはちょっとはたいてあげれば、はい、はい、であとフライパンを、はい、温めてあげる、うん、今日はサラダオイルですか。サラダオイルですね、はい、周りを焼き固めてあげる。なるほどね、で、はいはい、ちょっとね、湯がいた最後の底のところを下に焼いてあげます。はい、巻き終わったところを先に固めるところですね。固めていくんですね。はい、見落としてますね。こんな感じですね。そして一気に焼いていくんですね。あ、結構強火ってことですか。強火ですね、強火で、はいはい、剥がれづらくなりますのでね、やっぱりこれ弱火でタラタラやってるとなんかふわふわって緩んできて、はい、剥がれちゃいますよね、こういう作業、ね、牛肉もね、あの、うん、風味も増しますんで。あ、なるほど、こんな感じですね。はい、あ、綺麗に並びましたね。いい感じですよね。おー、はい、でしっかりね、色をつけてあげて、うん、はい、牛肉の香ばしさをソースにつけていくんですね。まあ、シチューの最初のところですね。そんな感じですね。色がついたらもういいです。ほら、うん、ちょっと転がしていくような感じ。やっぱりあの、はい、スキレットがなので早いですね。そうですね、焼けてくるのもね。ほら、はい、こんがりといい色がついてますね。こうちょっと転がしながら全体を、ね、まあ、全体的にやればいいです。はい、ただうまくあの肉がくっついてくれればいいので。うん、そんなにしっかり焼かなくても中まで火が入ってなくていいってことですね。で、まあ、シチューにするんで煮込みますので、この後ね。あ、はいはい、まず周りを焼き固める。そうですね、こういう感じで、はい、美味しそうですね。いい香りがしてても、これがあれでもね、細切れ肉とは思えないですよね。本当ですよね、塊肉ですもんね、これね。ちょっと、あの、
歯が悪い方や小さいお子さんで、ね、大きい塊が食べにくい方にもいいですね。こんな感じですね、うん、そしたらもうだいたい焼き色がつけばいいので、はい、あとはちょっと取り出してあげます。すごい、なんかお稲荷さんみたいですね。そうそう、ね、お稲荷さんでもお稲荷さんだとこんな大きいのないですよ、なかなか、すごい立派な、はい、こんな感じで取り出しておきます。はい、美味しそう。そして、はい、ブールマニエ、うん、これつなぎなんですけども、はい、前もね、小麦粉ですね、いつも前はやったと思うんですけども、とろみの素ってやつですね。これでちょっとあの、はい、電子レンジ2分ほどですね、2分かけたものですね。そうそうですね、はい、そしてバターはポマード状になったものですね、うん、もう柔らかい、柔らかくしてあるんですね、こういう感じですね。あ、はいはい、でこれを混ぜます、はい、ちょっとまこさん混ぜててくれますか。はい、わかりました。その間に僕ソースを作りますので。はい、はい、で余分な油はちょっと、そんなに余分な油ないですね。はい、はい、はい、そして赤ワイン入ります。わー、たっぷりですね。いきますよ、はい、おーすごい。これでね、旨味を取るんですね。フライパンについた旨味を取ってしまう。これは何ですか。トマトジュースですか。トマトジュースです、うん、それから中濃ソース、はい、中濃ソース、中濃ソース入ります、はい、いい感じですね。やっぱりとんかつとかウスターとかじゃなくて中濃ソースがおすすめ。はい、はい、じゃ赤ワインですね。はい、それから、これが、あ、何ですかそれ。板のチョコレート、板チョコですね。え、チョコレート入るんですか。これであの、はい、ベースの苦味を作るわけですね。入ります。それはどういったチョコレートなんですか。ミルクチョコレートとかでも大丈夫なんですか。大丈夫ですね。あの赤ワインが結構酸っぱいので、うん、あのちょうど甘みが加わって、はい、ちょうどいいバランスになると思います。今日はちょっと僕大人なので、うん、ビターチョコにしましたけど。あ、はい、あのビターじゃなくてもそういった甘いものでも入れた方がやっぱり美味しいということですか。はい、はい、そして、ブールマニエ入れますね。あ、これね、はい、練、ね、りました、はい、これね、最初に全部入れちゃうとちょっと怖いので、うん、はい、ちょっと少しずつ、あ、一回火を、火を止めますよ。一回止めるんですね。止めます、はい、止めてからこのぐらいかな、このぐらいでちょっと様子見て、はい、一度に全部入れないでってことですね。あー、もうなんかすでになんか1時間、2時間煮たような、すごい色がしてますよね。美味しそうな香り。こんな感じですね。とろみもついちゃいますね。わあ、興味深いですね。チョコレートが入った味、どんなでしょうね。それでね、これはもう、うん、ある程度煮込んでいくんですけど、はい、あんまり道は気にしないですね、まこさんの道は。はいはい。そうか、煮込んでいくのにあんまりか、ね、強いとろみだと焦げますよね。で、バターを入れます。あ、ここで、さらに。はい、これでね、あの、うん、とろみと、はい、あとそのまろやかさ、バターが作ってくれますよね。絶対美味しくなりますよね。はい、もう艶がすごいですね。だんだんツヤも出るんですね。もうね、今本当にいい香りが立ち込めてますけれどもね、はい、そしていかないのが残念、うん、はい、牛肉を戻すんですね。あ、ここで、そうするとね、この旨味がね、あーソースに移ってきますから、気持ちが良さそうにソースの中に。そうですね、うん、これはね、あの牛こまですよ、牛こま。ねえ、なんかすごく得した気分ですよね。ね、何度も言いますけど。美味しそう。ちょっと旨味も入れます。そうですよね、そういうのね、絶対美味しいですよね。結構大事ですよ。本当本当。で、であとはあのちょっとね、うん、ソースをかけながら、うん、10分ほどでいいんですよ。火が入ればいいので、これ。はい。こうやってソースを。ああ、そっか。お肉の中、中心部までちゃんと火が入ったらもういいということですよね。ゆっくりでいいですからね。ツヤがすごいですね、はい、あっという間 にうわ、なんかだんだんシチューっぽくなってきて、まあ、シチュー作ってるんですけどね。うわ、でもこれなんかあの他の何か違ったものを煮るのにも使えそうですね。このソース万能ですよ、ね、ハンバーグのソースにもなると思いますし、ね、本当チキンとかでも美味しそうですよね、まあ、今回こうシチューにすることによって味があのソースの味が良くなりますよね。はい、わー、もうツヤツヤです。すごくいい香りがしてます。なんかもう出来上がりでもいいんじゃないかと思うほど美味しそう。あとは、なんかアラモード、はい、モダンな感じにするために、うん、付け合わせの野菜を入れていきます。
はい、人参ですね。シェフは細工なさってますから人参も綺麗ですね、これ今の入ってるのはペコロスですね。ペコロス、ペコロスっていうのはあのちっちゃい玉ねぎなんですけども、うん、はいはい、今のシーズンはね、出てますよね。まあ、なかったらあの普通の玉ねぎをやっていただければ、うん、いいと思います。普通の玉ねぎの場合はこうちょっと大きめにこうざっくりもの、はい、ちょっと下茹でしていただいて人参、じゃがいも、下茹でしてあるんですね。まあ、汁はすぐ火が入りますんで、はい、うんうん、下茹では言いません。はい、あーもうぐつぐつ美味しそう。いい感じですよね。これでね10分ぐらい、はいはい、じゃあ少し弱火で、そうですね、じっくりって感じですよね。じゃないとソースなくなっちゃいますもんね。はい、これが10分経つとほら、うわー、やっぱり違いますよね。色はね、やっぱりちょっとね、本当にこう、うん、トーンがね、黒くなって、さらに美味しそうになりましたね。いいですね。そしてミニトマト、もう最後でいいので、これ色合いな、はい、あれなんで。でも赤が入ると綺麗ですね。アラミニッツ。わー、本当でもあっという間ですよね、ここまで来るのに。もう絶対これはやらなければ損をする感じ。そうですね、料理マジック。すごい美味しそう。うわー、もうツヤツヤですね。ほら、盛り付けちゃいますよ、どんどん。うわー、もうなんか本当に我慢できない感じ。うわ、うわー、美味しそう。一人3個も食べていいんですか。もうどんどん食べてください。うわー、美味しそう。ペコロス。あー、もう今日絶対細切れ肉いっぱい売れますよ。こういう感じですね。うわー、美味しそう。色合いも大事ですよね。ねえ、そうですね。赤いの入ると綺麗ですね。ツヤがあって。それでソースかけますね。はい。ソースもかけます。いいとろみですね。これなんかご飯でもパンでもパスタでもジャガイモでも何でも美味しいでしょうね。うん、これつけたらね。あー、綺麗。いい感じですね。そしてちょっと青みを乗せてあげますね、うん、そうすると引き立ちますので、あ、ね、緑が入るとさらに ね綺麗ですね。ありがとうございます。こういう感じで美味しそう。仕上げが大事ですよね。うわ、はい、うわ豪華な、豪華でしょ。ミニッツとは思いません。うわ、美味しそう。出来上がり、わあ、これが必要なんですね。ちょっと私代表してじゃあいただきます。ソースの感じもね、一緒に食べていただくと、うん、そのまずいい感じだと思いますけど、牛肉のうまみがソースに混じって、うん、おいしい。そしてすごい食べ応えがあります。あるでしょ、うん、細切れですからね。でもあの細切れだから柔らかくて、まあ、あまり煮込まなくていいんですよ、あの硬くなれるんでね。それはちょっと気をつけていただいて、くこう火が通る感じ。あー、ワインが欲しい。ありがとうございます。はい、ほんとソースが美味しいので全部食べちゃおう。赤い感じがいいですね。はい、はい、うーん、ソース、はい、こま切り肉は重ねて巻くことにより塊のようなボリューム感になります。短時間で火が通りますが、火を入れすぎると硬くなるので焼いたら一旦取り出しましょう、はい、収納ソースとチョコレートが短時間でソースの味を決めてくれるんです。これポイントですよ。もうチョコレート全然わかりませんけど、きっとチョコレートがすごい仕事してるんだと思います。苦味って大事なんですよ、ソースのバランスの中で。酸味とか甘みとかそういうものをちゃんとあの、ね、やってくれる。素晴らしい。はい、じゃあ次はね、私がやりますね、はい、やらせていただきます。まずね、あのミートボール、はい、ミートボール、チキンのミートボールを作ります、はい、はい、今日はですね、生姜を鶏肉に、生姜、これはすりおろした、はい、皮ごとです、皮ごとですね、はい、はい、それからお味噌が入ります。味噌、これは普通の味噌でいいんですか、はい、それとも赤味噌、そうですね、味噌、あの真っ赤のお味噌とか真っ白とかじゃないければいいと思います。普段使ってらっしゃるので、はい、結構味噌って味噌ですね、いろいろありますから ね、そうですね、今これ片栗粉、ここ、ね、はい、そうそうそう、そうなんです。なんか作ってるの邪魔してますね、僕。いえいえ。今日はね、他に野菜とかな、あまり入ってないですけども、これだけ、はい、鶏肉だけでしっかりと練ってつないでいきます。壊れないように、後でミートボールが壊れると、クリームシチューがザラザラしたものになって美味しくないので、綺麗なクリームシチューに仕上げたいので、
鶏のお団子が壊れないようにこうやってしっかり練っていきますね。もう糸が引くような感じですよね。そうですね、もうこのぐらいでいいと思うんですけど、はい、はい、さあではですね、ちょっと手を洗って、はい、じゃあこちらのねお鍋の方を見ていただきたいと思うんですけれども、はい、これね、玉ねぎをバターで炒めておきました。もうこんなにちょっと茶色くなってきて、飴色ではないですけど、その手前ぐらいまでしっかりと炒めていきます。出ますもんね、よく炒めるとね、はい、そうなんですよね、美味しいですね、ここまで来ると。ここにですね、はい、お水を加えます。水が入ります、はい、ここ周りについてるこの美味しいところも少しずつ外しながら、それ、ね、あの、旨味が残ってるんですよね。そうなんですよ。そしてこれは牛乳です。牛乳が入ります、ね、はい、さあそしてですね、今日は、チキンのボールでしたからね、はい、鶏ガラスープの素、鶏ガラスープ、はい、はい、洋風のものでも中華風のものとかでもいいんですけれどもね、はい、でここに上新粉が入ります。上新粉、はい、上新粉っていうのはお米の粉ですね。そうですね、はい、まあ、ポイントは火を消してから上新粉を加えるという感じですね、うん、そうなんです。さっきもシェフブールマニエを火を止めてからなさってたと同じように、はい、あ、ありがとうございます、そしてここで火をつけて、上新粉って結構あの優しいとろみがつくんですよね。そうですよね、僕もカレーなんかに使ってるんですけどね。そうでしたね、はい、じゃあここにですね、ちゃんと粉が入ったかな、ここに、はい、これはですね電子レンジにかけておいた人参と大根なんですけれども、大根の方がちょっと大きめに、あ、ごめんなさい、切っておきましたけれども、電子レンジ10分ぐらいかけてますので、はい、もうほとんどお野菜に火が入っている状態です。でこれでね、あの火をつけながら混ぜていただくと、とろみがだんだんついてきますので、とろみ、はい、そうですよね、はい、上新粉入りましたからね。そうですね、だんだんとろみ出てくるので、はい、そこの方からしっかり焦げつかないように、はいはいはい、シェフこれちょっと混ぜ ていただいていいですか。はい、はい、ではですね、その間にちょっとお団子をね作っていきます。この季節やっぱりクリームシチューはいいですよね。そう、とろみがあるものがやっぱりね、寒い時は美味しいですよね。こういう、まあ、いろんな丸め方がありますけど、ちょっとあのオイルつけていただいて。そうですね、オイルつけると結構あの滑ってやりやすいんですよね。ピンポン玉サイズぐらいかな、はい、まあお口に合わせて、ちっちゃくてもいいし、もっと大きくてもいいんですけれども、でもやっぱり大きい方がちょっと眞子さんらしい感じが。そうですね、いっぱいゴロイメージですよね。はい、ちょっとスプーンとか手にこうやってつけていただくとベタベタくっつかなくてやりやすいと思います。はい、あ、ちょっとなんかこのままとろみがついていれば、はい、もうあのこうやって作りながらお鍋に落っことしてっていただいてもいいんですけど、まだとろみが、ね、まだもうちょいですね、もうちょいとろみが、もうすぐ来てますけど。とろみがついてくるまで。でお団子にしていきます。これは今日はね、鶏胸とももが半分ぐらい入ってるんですけれども、混ぜるんですか。そうですね、鶏ひき肉っていうふうにあの言ってるあるんですけれども、レシピの方はあの胸だけでもと、あのももだけでも美味しいですけれども、ももの方が粘りが出るかもしれないですね。そうですね、はい、入りますね。胸の方がちょっと硬くなりやすいかな。さあ、とろみついてきましたよ、まこさん、はい、ああ、いい感じ、いい感じですよ、はいはいはい、いいですね、ふわっときてますよ、うん、これでちょっと優しく沸騰、あ、ね、沸騰がポコポコきてます。はい、ありがとうございました。じゃあここまで来たら、はい、お団子を落としていきますけれども、お団子を入れたらぐるぐる混ぜるとお団子は壊れますから、なるほど、こうお団子をこうへらに滑り込ますような感じで、そうそうそう、ちょっと火が強くなってますけど、ちょっと弱めでしょうか。あ、すみません、ありがとうございます、はい、ね、お団子を壊せないようにお団子を入れていきますね。沈め、なんか入れたら沈める感じで、こうやって団子、長男とか次男とかあるんですか、これは。多分あると思います、はいはいはい、最初に入ったのが長男ですね。すみません、余計なこと言いました。それでこのあと鶏肉の芯まで火が入るまで6、7分だと思うんですけど、弱火、もうごく弱火でたまにこうそこから引っかくような感じで、あの温めながらゆっくり、牛乳は焦げやすいですからね。そうですね、とろみと牛乳です、非常に焦げやすい状態になってますので、はい、そして煮ていったものがこちらになります。はい、今こんな感じね、もうこのお団子しっかりとこう固まってきてますよね。さあそれではここでちょっと最後に仕上げをしていきますね、はい、実はここでお醤油がちょっと入ります。醤油が入る、
クリームシチューに醤油が入るというのはでもお醤油の色がつかない程度ですね、バターですね、スパイスですよね、要するにね、そうですね、醤油ことですね、そうです、はい、でそして今日は白胡椒ですね、そして最後にこの、はい、生姜また入るんですか、そうなんです、これね皮付きのまんまおろしたものたっぷりで、これとろみがある中に入っちゃうので、はいはい、特に舌触りとか気にならず、すごくジンジャー感がビンビン出てきますので、ジンジャーって感じですね、そうなんです、で今日は大根でやりましたけど、カブなんかも美味しいです ね、これからね、なんとかクリームシチューだとジャガイモってイメージが強いんですけど、そうでもね、すごく水気があって、こう口の中でクチュッ大根が潰れて、でこう生姜の感じがこうブワーッとして、体がこう芯から温まるようなクリームシチューなんです。はい。もうこれで。マコさん流ですよね。僕もクリームシチューだとこういうイメージは絶対出てこないですね。ね、そうですよね。さあ、じゃあ盛り付けていきます。はい。長男ですね、それが。そうなんだ。それはもう分かりませんけれども。どうでしょう。団子三兄弟みたいな。ねえ、いっぱい出てきましたよね。団子、でもちょっと4人入っちゃいますけど、はい、ですか。4兄弟ですね。1人5個ぐらい食べたいですよね。まだ行くんですか。うん、兄弟が多いですね、今日。さあ、これはパスタでも、じゃがいもでも、それこそパンでも。今日は何人いただいて。今日は、今日はパンにちょっと合わせます。パンちょっと、ね、洒落てますね。お団子見えなくなったからもう一個入れちゃおう。もう一個。ちょっと抜いて、はい。はい。さあ、はい。じゃあこれでね、シェフブロッコリー入れてらっしゃいましたけど、私はちょっと青いおネギで。やっぱ青いのは言いますよね。ね、そうですね。はい、はい、じゃあこれで出来上がりです。いい感じに上がってますね。ありがとうございます。なんか作ってても体がポカポカ温まってきますよね。はい、生姜はやっぱりね、今、はい、試食します。ソースから見てみます、はい、どうですか。生姜がいい仕事をしてるというか、そう、味をはっきり決めてますね、うん、そうなんです。あんまり調味料は強く入ってないので、生姜でギュッとこう味締めてる感じなんですけど、いやでもクリームシに生姜、合いますね。そうですか。大根でピリッとしてますね。そうなんです、割と刺激が強いので大根くちゅって潰れますよね、上顎で。大根いいですね、クリームシチューに。そう、電子レンジをかけない場合は、カブだったら 6,7 分の間にも入りますので、じゃがいも入ってないですね、なんとなく。じゃがいも入れるとちょっと重たくなっちゃうので、はい、美味しいですね。ありがとうございます。これは冬あったまるね。そう、芯から温まりますのでね。いや、いいですね、はい、これは、はい、それではチキンボールですけれどもね、粘りが出るまでしっかり練るのが綺麗に仕上げるコツでした。それから練り混ぜた味噌と生姜の味が決め手になってますね、火を止めてから上新粉を加えることで滑らかな優しいとろみをつけます。上新粉をシェフは小麦粉でしたけど、違ったとろみですけど、やっぱりとろみ、そうですね、とろみって大事なんですよね。やっぱりその、ね、体が温めるとこありますよね。はい、あとこれね、喉とかが痛い時なんかもとろみがあると飲み込みやすくて美味しいですよね。そうですね。で、生姜は真子さんの場合聞いてたので、喉からスーッとこう辛みが効くんですね。で、クリームシチューでこういう感じで作るっていうのはなかなか僕らの中にはないですね。ありがとうございます、ね、クリームシチューってちょっと食べ飽きてきちゃうので、ね、ね、ちょっと変化球でしたけど、でもシェフのソースもすっごく美味しかったし、ね、もうなんか薄切り肉が欲しい、こま切れ、こま切れ見直しました。ありがとうございます。それでは次回もレッツミーツ。